トップトップはライオンが発売している医療用洗剤を中心としたブランドで同社の登録商標。1979年3月に発売以来の同社の看板商品である。商品名は数回変えられ、現在はトッププラチナクリアで発売されている。名前の由来は常に最高の洗浄力をから来ている。一時期は高素パワーのトップと宣伝されていた時期もある。 この高素パワーのトップも商標登録されている。ファッションの西洋化、多様化が進む中、様々な衣類に対応するオールパーパスの中性洗剤として誕生した。トップは第2期発売当初からタンパク質分解酵素を配合した洗剤で過去17回にわたるマイナーチェンジを繰り返し発売されている。発売当初は大型洗剤でありんだった。 翌1980年に無輪化された製品が現在でも売られている。1988年には、顔のアタックに対抗する意味で、脂質分解酵素を配合したハイテク酵素のハイトップとして、アタックと同じコンパクト洗剤となって発売された。その後も商品名を変え、改良を重ねながらの発売を続けた。1993年頃には、 新洗浄成分として植物系の海面活性剤が採用された。1995年からは水30リットルに対しての洗剤の最小使用量が 25g から 20g に引き下げられ、同時に洗剤の内容量はそれまでの 1.5kg から 1.2kg になった。さらに翌1996年にはその使用量が 15g まで引き下げられ、 最大80回洗えるようになった。2005年からは、新酵素、ステーエンザイムを配合し、時間の経った食べこぼしの汚れを分解するなど、様々な改良が加えられた。ただ、洗剤の最小使用量については再び 20g に引き上げられ、2005年3月から、洗剤の内容量が 1.2kg から 1.1kg に、2009年3月からは 1.0kg に、 減少さらに、2012年3月の改良により、最小使用量が1995年以来となる 25g に引き上げられ、2014年2月に内容量を 900g に減らし、2019年4月の使用変更で最小使用量が 30g に引き上げられたため、現在は最大でも30回しか使用できなくなっている。 2020年9月時点でのラインナップは医療用洗剤がメインとなっており、タイプも粉末、液体と分かれ、さらに液体には高濃度タイプとレギュラータイプに分かれているなど多岐にわたっている。その他にも部分洗い剤、染み取り剤、衣類、布製用消臭剤が発売されている。なお、医療用洗剤のうち、ムリントップは泡立ちが良すぎるため、 ドラム式洗濯機への使用は不可である。なお、ムリントップは韓国で製造されている。また、高濃度液体タイプのトップスーパーナノックスとトップスーパーナノックスに多い専用の詰め替え用には超特大サイズが設定されている。トップスーパーナノックスに多い専用は、全身のトップハイジアから内容量を減用され、ハイジアに設定されていた詰め替え用大サイズに変わり。 全業態に拡大する形で新たに設定された。医療用洗剤の一部には法人向けのノベルティサイズが設定されており、トッププラチナクリアには 300g 入りと 450g 入り、部屋干しトップには1パック3包、1パック10包、300g 入りの3種類が、トップスーパーナノックスには 10g、特選品 400g、 詰め替え用特選品 320g の5種類が、トップクリアリキッドには特選品の 450g 入りと、詰め替え用特選品の 400g 入りが、トップクリアリキッド抗菌には 300g 入りがそれぞれ設定されている。無輪トップ、部屋干しトップ、トップクリアリキッド、トップクリアリキッド抗菌、トップスーパーナノックス、トップスーパーナノックスに多い専用には、 ライオンハイジーンが販売する業務用サイズも設定されており、ムリントップは 8kg 入り、部屋干しトップは 6kg 入り、トップクリアリキッドとトップスーパーナノックスは 4kg 入りがあり、トップクリアリキッド抗菌以外の液体製品には 10kg 入りも設定される。企画品デパート向けギフトもトップスーパーナノックスのリニューアルに伴い、2020年10月に リニューアルされた。インは香り続くトップにおける CM ソングでの起用。ありがとうございます。